おはようございます。城内藤です。いやー、夏もね、もう後半に入ってくると、僕にとってやっぱりこの釣りは試しに行かなきゃなって思ってるのが、スピナーベイトの早引きなんです。バーニングリトリーブって言われるような早引き。表層をさーっと引いてきたり、もう深場でもスピードを上げていく釣りなんですね。で、今回僕はそんな時のためにこれを使ってみたいと前々から思ってたんですね。このルアー。実は、ワーイグー社っていうスピナーベイトの会社のルアーなんですけれども、その中で出ているスクリーミングイーグルというもう早引きを得意としたルアーなんです。だからこれ、パッて見るとこのヘッドのサイズ、どう見たって2分の1オンスぐらいしか見えないんだけれども、実はこれ4分の3なんですね。もうしっかりとした重さがあって、スピードを上げることができる。それにもかかわらず、フォルムって全体像がすごく小さく見える最大の理由は、ここ。ウエイトの大半をこのスカートの中に隠しちゃってるんですね。今日はそんなスピードを上げていくスピナーベイトの釣り。これをね、楽しんでみたいと思います。スピナーベイトの早引きっていうのはね、こう、一回そのストライクを味わっちゃうとなかなかやめられないんですよね。もうバーっとこう表層を、時としてはウェイキングって波を立てるぐらいまで引っ張ってきちゃってもいいんですか。おお、来た。おお、いきなり出た。嬉しい。見て、これ足元で一発目出たよ。速いスピードに釣られちゃったんだ。嬉しいね。なんか一発目で出ると今日はいいことあるかなと思っちゃうよね。ありがとね。でっかくなるよ。バイバイ。いやー、嬉しいね。ヒューって上がってきた。この釣りだからやめらんないんだよね。ワーイーグルっていう会社のスピナーベイト。このスピナーベイトもね、俗に言うグラスルーツって言って人の口から口へこれいいんだよ、釣れるんだよっていう話で広まっていったスピナーベイトなんですね。バスプロたちの間でもすごく評価が高くて、一つここのスピナーベイトが、好まれてる理由。ここがいいんだよって言われてる最大の理由は、明確なデザインコンセプトを持ってるんですね。だから今日使ってるスクリーミングイーグルなんかは、そのもう早引きをしたいんだったら、こういうデザインが必要だってなると、そこをとことん追求した形で作ってきてるんですね。だからアッパーアームの長さだとか、ウエイトのバランスだとか、そういうものをものすごくこう、そこにもうポイントを絞って作ってるんです。シングルコロラドを作るんだったらシングルコロラドの強さを一番使いやすくするためのバランス、それを取ってるんですね。で、多分それが明確に使用場所を決めることができるから好まれてるんじゃないかと思うんですけれども、確かによく釣れるというのは僕も使っててよく思いました。もう一つここがこだわってたのは仕上げだったんですね。よくメッキが施されているスピナーベイトって多いんですけれども、結構剥げやすかったり、まあスピナーベイトですからカバーフィッシングやるんで特にぶつけたりしますんでね。で、そんな中、ここのスピナーベイトの仕上げだけは一番最後までちゃんと残ってるよって言われるぐらい、非常に強靭、強くて、もう心配がないってよく言われてたんですね。今回僕はスクリーミングイーグルを使ってますんで、このスクリーミングイーグルの強さ、途中で早引きをしたいっていう、その早引きをメインに考えましたので、タックルの設定もそれに準じて組み上げてったんですね。ラインが太くなりますんで、その距離とキャパの問題も考えると、リールはジリオンシリーズの 7.9 対1っていう、これを使ってますし、ラインは
やっぱりボコボコカバンの中に入れていくことはもう躊躇しませんので、ためらいませんから、そうすると耐摩耗性だけはしっかりしとかないと60サイズをカバンの中でかけちゃうと取れないんですね。なのでもう耐摩耗性は最高に高いっていうヒローズチョイスのスピナーベイトの25ポンド。焦った、今の食ったかと思ったけど枝ですね。ヒローズチョイスの25ポンド。これを使って対応してるんですね。だから結構なサイズに巻かれてもちゃんと取りに行けると思います。お、来た。お、うそ、こんな手前で食ったね。乗らなかったけども、ピックアップ寸前の一番最後のアウトエッジですよね、今の。ちなみに僕がスクリーミングイーグルのようなもうファーストリトリーブを得意とするスピナーベイト、これを使うときにはね、もうトレーラーはつけないと思います。トレーラーをつけちゃうとスピードの変化をつけるのがやりづらくなっちゃうんですね。なのでトレーラーをつけて、トレーラーの動きもストライクの一部だってするようなスタイルをするんであれば、もっともっと違ったスタイルの通常のタンデムブレードのスピナーベイトを多分選ぶと思うんです。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、いいとこで出たね。いいとこで出たよ。ほら、無理だよ、僕の勝ち。よいしょ、ほら、うーわ、いいとこかかってた。ありがとう。いや、やっぱあのごしゃごしゃの中だよね。うー、バイバイ。このスクリーミングイーグルのようなファーストリトリーブをものすごい得意とするスピナーベイト、これをね使い切るためには4つのテクニックを知っておくとすごい便利なんです。その4つのテクニックの最初の一つ、それがね、バーニングリトリーブというリトリーブで、バーニングだからもう早引きだということはわかると思うんですけども、どのぐらい早引きかっていうと、表層まで出てこなくていいんですね。だいたい自分でスピナーベイトの泳いでくるのを見える位置からほんのわずか浅い側ぐらい。で、その時にロドチップを上げなくても下げといてもいいんです。ここでこうやってやってくると、僕には今スピナーベイトがこう返ってくるのが見えるんですけども、ここがまず、バーニングリトリーブと言われる、リトリーブテクニックの一つを引くゾーンなんですね。その、各々のスピナーベイトで、これ当然スピードが違ってくるんですけれども、この4分の3だと、今ぐらいのスピードが、このスピナーベイトのバーニングリトリーブと言われるスピードなんです。これでカバー周りをずっと攻めていくのも一つなんですね。二つ目のテクニック。それは、もっともっと上に興味を持たせるためにスピナーベイトをもうさらにワンレンジ上げたウェイキングというテクニックなんです。このテクニックは投げたらば、ちょっとロッドチップを上げといて、こういう風に波を、表層をかき混ぜながら V の字の波を立てて戻ってくるスピード。だけど、ブレードは水から出さないんです。そのギリギリのスピードでこう引いてくるんですね。で、これがウェイキングと言われるスピードな、リトリーブの方法なんですね。三つ目はブースト&キルって言って、スピナーベイトをもうちょっと深いゾーンまで落としちゃうんです。で、こういう風に巻いてくる中、途中で少しこうスピード上げてピタッて一回止めるんですね。で、何が水の中で起きてるかっていうと、スピナーベイトがギュッてスピードを上げるときに全体のフォルムがこう小さくなるんです、水圧で。と同時に特にスカートがギュッてこう押されますんで、で、その後のキルでピタッて止めたときにふわって広がるんですね。で、それに出てくるバスが結構これも多いんです。ブースト&キルっていう、ブーストだから巻き上げを速くする、活発化させて、で止めてやると。
で、その後にキルをかけるんですね。これも非常に有効なテクニックなんです。そして最後の一つは、バーニングもしくはウェイキングのリトリーブからちょっと上げてピッてこう出して、スピナーベイトがバシャンと水を弾いたらそこですぐキルをかけてフラ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 って沈めていくんですね。で、その時にラインを緩めすぎずにこう送り込んでいくとコンって当たるんで、それを拾っていく方法。この4つのテクニックをファーストリトリーブがものすごい効きやすいスピナーベイトで自分で練習しておくと使う場所がものすごい増えてくるんです。そうすると偶然じゃなくて狙って釣る魚、これを増やすことができるんですね。で、今みたいに枝の周りでウェイキングをかけるのも一つ。同じポイントをこうやって攻める場合でも次はビーッと巻いてきてバシャッて水を立ててからこう送り込んでってあげる。そうするとドーンって乗るやつも結構いるんですね。かと思えば同じポイントを攻めるときでもずーっと巻いてきて枝を乗り越えたと思ったらば送っちゃうんですね。で、そこからビッて巻いてピタッて止める。で、ピタッと止まった直後にゴーンって入るやつも結構いるんです。もう一つのポイントだけでもそんな風に様々な攻め方を組み合わせることができちゃうんですね。ルアーはやっぱり一辺倒で投げて巻いてれば釣れるっていうのは僕自体はあんまり好きじゃないんです。そうじゃなくて、このルアーをもう最大限まで活用してストライクを作り出すにはどうしたらいいかっていうのを考えることがやっぱバス釣りの面白いとこだし、僕自身が求めているヒロイズムスタイルのバス釣りなんです。おっと、おっしゃー、おりゃ、おお、ほら、ありがとう。ずいぶんね、下からうーって一気にね、表層に上がってくるやつにスコーンってきましたよね。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、でも、いや、嬉しいね、でも。おりゃ、いやー、落ち込んで、スーッと下がってって、引き始めですかさず出たね。落っこっていった時から見てたんだね。ありがとう。嬉しいね、やっぱ。ありがとう。バイバイ。おきた、おっしゃ、おー、巻かれた、お、巻かれたね。待っててね。出てきた。よいしょ、よいしょ。巻き始めすぐできたよね、これも。ありがとう。バイバイ。いやー、いい場所だけどね、出ないか、あそこから。ここは出てほしいよね。出ろ。意外とあれかな。ウェイキングやったら出るかな。出ないか。いやー、ダメだった。いや、でも楽しい一日でした。今日のこのファーストリトリーブを得意とするスクリーミングイーグル、このスピナーベイトの釣りいかがでした？もうね、果敢に攻めていく中、ただ漠然と同じリトリーブを繰り返すんじゃなくて、もう本当にいろんなテクニック、
まあ、今回4つ紹介しましたが、いろんなテクニックを混ぜ合わせながら攻めるからこそストライク率が上がるんだと僕は思うんです。やっぱりね、バス釣りの基本、それはね、変化点をどう作るかだと本当に思うんですね。そんな変化点をスピードの中で作り出したいって思う時には、こういうスピナーベイト本当に強いですよ。じゃあ皆さんもでっかいバス釣ってくださいね。またね。